ご登壇いただきましょう。とある男が授業をしていたでおなじみの教育 YouTuber ハイチさんです。ハイチさんどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。いや、西村さんの紹介のハードルが上がりすぎて上がりすぎてだいぶ登壇しにくかったですけど、ありがとうございました。皆さん今日3連休の、真ん中ですよね。お忙しい中、そして暑い日の中ね、足を運んでいただき本当ありがとうございます。で、今日はですね、今出てますけど80点の夏休みを過ごす方法という、演題でこう、このスライドを使って喋っていくわけなんですが、もしかしたらね、今日参加いただく前になぜ80点なんだと思った方ももしかしたらいるかもしれません。100点でいいじゃないですか、のが響きがいいですからね。でもこれは私の、持論なんですけど、100点の日ってあります？生きててなかなか難しいと思ってて、で私は、普段 YouTube の撮影をしている時もそうなんですけど、自分で撮って自分で編集して、投稿するわけなんですね。で何度も自分の姿を見るんですよ、撮ったものを。で100点のものしか投稿しないって決めたら多分続かないんですよね。なぜならちょっとやっぱね、言い方ミスったなとか、きっとこの講演会も今日撮影してるんですけど、後で反省出てくるんですよ、細かいところは。だから100点を目指すと苦しくなってしまう。だからせめてこう夏休みが終わった時に、その悪くなかったかなって、80点くらいは上げれるかなって、もっと言うと、今日多分ね、小学生の方とか中学中高生学生の方多いと思うので、去年より良かったなって思ってもらいたいなって思ってます。なのでそのヒントが今日ここで伝えられたらなと思っておりますので、いろんなこと話すんですけど、ちょっと肩の力を抜きながら聞いていただければと思いますので、どうぞお付き合いください。で今日ですね、この演題で持ってきたんですけど、細かく言うと3部制です。3部制で、まず最初が演題と全く関係ないお願いを2つします。でもこれはいつも講演会でさせてもらっているもので、ちょっとこれを詳しく話します。でその後に私の少し長いなって感じさせてしまう自己紹介が入ります。というのはきっとですね、皆さん今日ここに来ていただいているので、少なからずハイチっていう人間だったりとか、私がやっているとある男が授業をしてみたっていうチャンネルを知ってくださっているとは思ってます。でもきっと人によって私がどういう人間なのかっていうのはもちろん知らない方もいると思うんですね。で私はですね、これは個人的に思っていることなんですけど、やっぱり人となりが伝わっている方が講演っていうのはものが伝わると思っているんです。なのでしつこくならないように頑張ってスライド作ってきてますので、ちょっとここで今喋ってるこの人間、こういうことを経験してきたんだっていうのをちょっと感じてください。でその後に今日の本番ですっていう流れになりますので、そういう話をしてるんだと思っていただければと思います。でちょっとですね、これ話す前にちょっと皆さんに聞きたいことがあってですね、多分皆さん言っても今から小中高を大学生以上で分けますので、ちょっと挙手でどのぐらいの比率かを見たいんで、挙手してもらっていいですか。ごめんね、みんな。まず小学生のみんな、ちょっと軽く手挙げてもらっていい？ありがとう、いっぱいいる。ありがとうございます。ありがとうね。飽きさせないように頑張るね、小学生のみんな。じゃあ次、中学生。はい。中学生多いね。ありがとうございます。じゃあ高校生。OK、ありがとうございます。大学生以上の方。いや大学生以上でいいじゃないですか、皆さん。なんでですか、ためらわないでください。ありがとうございます。すいません、皆さんありがとうございます。それで私もそこに入りますからね。じゃあ今日小学生多いですね。ちょっと頑張る。今日一応60分時間もらっててですね、一応30分ってもしかしたら聞いてるかもしれないんですけど、多分私もうちょっと喋っちゃいます。40分ぐらい喋ると思うので、疲れたな、ちょっと飽きてきたなと思ったら少し休んでも構わないんで、そんな感じで聞いてもらえたらと思います。ではですね、最初にお願いの方なんですが、聞くポイントと質問についてって2つ項目喋ります。でね、まず聞くポイントの方なんですけど、持って帰るものは1つでいいって書いてあります。これ、小学生のみんなだったらまだないかもしれないんで、でもあるか、校長先生の話ちょっと長いなって感じたことあるかもしれないんですけど、社会人の方とかだと、例えば会社に勤めて研修の長い研修があったりとか、普通に60分90分120分の話を聞く場面って出てくるんですよね。けど学生のみんなも5、60分とか普通にあるじゃないですか。今日も長いですけど、でその長い話を聞くときに、例えばもう
全部メモって書いなきゃ、もう1ミリも集中を途切らしちゃいけないなんてするとですね、厳しいですそれは。いや、人としてできる方もいますきっと。ただ私自身がですね、あまりもともと集中力が保てる方ではないので、ぜひ長い話を聞く場面があったら、どんな人の話でも一つでいいから持って帰ろうって思って聞いてみてください。そうするとその人の話ちょっと楽しくなります。校長先生の話も同じです。でもしだよ、もし例えば学校にね、講演会で誰かが来たとします。で最初5分ぐらい話を聞いてたら、ちょっと今日の人は私に合わないなーなんて話をする方もまあいると思います。それはだって合う合わないはあるからね。じゃあその合わないなと思う人に持って帰るものなんてないじゃんって言われるんですけど、あるんです。めちゃめちゃ大きなもの持って帰れる。それはなんでその人と肌が合わないっていうのを考えればいい。つまり話し方なのか言葉の選び方なのか、何かが不快なんですきっと自分にとって。じゃあこういう言葉を選ぶとこういうふうに嫌な気持ちになる可能性があるんだなっていうのを自分で体験できてるんです。じゃあ反面教師にしましょう。反面教師っていうのはそういうふうにならないように注意しようっていうこと。そういうそれだけでも持って帰ったら大きな成果になります。だっていつかみんなは誰かの前で喋ることがあるから、その時に生かしたらいい。なので今日の講演会も本当にいろんなこと喋るんですけど、一つでいいです。例えばじゃあ今このね喋ってる、あ、持って帰るの一つでいい、これいいなって思ったら、あとはぼーっとしててもいいです。極端な言い方するとね、いや、やだよ、やだけど、でもそれでもいいのってぐらいに、ひとまず一つのものを持って帰るんだっていうのは日々大事にしてくれたら嬉しいです。でもう一個が質問について、今日ね質問コーナー質疑応答があるわけなんですけど、これは私の実体験が入ります。ある体験が5年前か6年前に YouTube のねイベントが韓国であったんです。韓国で日本のねクリエイター、私も含めて7組ぐらいかな、ちょっと声をかけていただいて韓国に行ったんですよ。それ何で行ったかっていうと、アジアのクリエイターが集まる大きな研修勉強会があったんです。つまり韓国のすごいちょっと数字を持ってる人たち、インドのすごい人たちみたいな集まって、で同じようにねここにさ Google のめちゃくちゃ偉い人が立って話をしてくれるので、俺らはもちろんそのね皆さん側にいたわけなんですけど、でイヤホンで同時通訳を聞きながらさ、英語で喋ってくださってるので私英語わかんないから、こう同時通訳で日本語に変えてもらってみたいな勉強するわけ。その時最後にさ質問コーナーだったんですよ。みんなもね想像つくかもしれないんだけど、その時日本のクリエイター一人も手を挙げなかったのね。でインドだったと思うんだけど、インドのクリエイターも7組ぐらいいたんです。でその時のインドのクリエイターのそのまま再現するんで、ちょっと見ててください。ちょっとマイク外しますね。あ、質問ある人って聞くわけですよ。そしたらインドのクリエイターね、はいはいはいって全員だよ、全員が俺を刺せって、私を刺してくれって。で刺されないと本当に大暴れ、はぁ、あ、みたいなするので、ねまあカルチャーショックだったの正直。で終わった後にね、ちょっとそんなめちゃめちゃじゃないよ、ちょっとね日本のクリエイター注意されたのよ、なんで質問しないんだって。でその時言われたのがすごい衝撃で、日本人はすごい特徴があるって、まあ、こういう場で質問をしてこないのもそうなんだけど、後で個人的に来るよねって。で分かりますよね。でもすごくそういい方で、その子すごい偉い方なんですけど、それが悪いとは思わないで、すごいいいことだと思うよって。でもねって、君がその疑問をあの場でみんなの前でシェアをしていたら、もしかしたら誰かのためになるとは考えないのかいって言われたんです。どういうことかっていうと、例えばこの場で質問するのってなかなか勇気いりますよね、人数もいますし。じゃあどなたかが手を挙げてくださる、質問されますよね。それを質問を聞いた誰かは、確かにそれ聞いてみたいわって絶対いるんですよ、一人はそう思ってくださる方が。ってことは自分が質問することによってそれが誰かのためになるって。でそれを私言われてからすごく価値観が変わって、こういう場でそちら側で参加するときには、質問があるときはですよ、これ間違っちゃいけないのが、質問をひねり出せとは言ってないんです。そういうことじゃないんです。自分の疑問ね、はてらね、何か疑問質問したいっていうその気持ちを大事にしようっていう話です。だからそういうふうに切り替えて私も生活するようになりました。だから特にですね、やっぱり日本でどうしても空気を読まなきゃいけないっていう、そういう空気がありますよね。でそれが小学校の時からずっと続いてる、
質問することは恥ずかしい、ね、目立って変なこと言ったらどうしよう、 いいじゃないですか。私正直何聞かれてもいいんですよ今日。あ、もちろん分かんないことは分かんないって言いますからね。だって今まで質問で数学と恋愛どっちが難しいですかって質問してきたりとか、あとは一番印象に残ってるのは高校生の男の子がですね、すいませんね、彼女と長続きする方法を教えてくださいって質問されたんですよ。あ、OK、彼女いいんだね。いないっす。いないんかいって。でも聞いたら、いやでも未来の彼女できる予定なんで、その時に生かしたいっすって。でもその方多分ちょっとふざけたかったのもあると思うんですけど、でも聞きたかったんですよ、きっと。だから普通に答えました。よくないですか、それで。でそれは多分そのやり取り聞いて、なんだよその質問って思う方もいるかもしれないですけど、きっとそれを聞いて楽しい気持ちになる方も絶対いると思っているので、ぜひ質問っていうのが、自分の疑問っていうのが誰かのためになるんだっていうのは、特に学生の方は覚えておいてくれると嬉しいです。第1部終了です。はい。ということで、ここからねちょっと長い自己紹介お付き合いください。生まれは85年の3月11日、今38歳でございます。で東京学芸大学っていう、ちょっとですね教育に携わっている方とか興味ある方は知ってくださってると思うんですけど、ちょっと変わった大学で、ほとんどの方が先生になります。私クラスメート31人いたんですけども、多分2526人ぐらい教員採用試験受けたんじゃないかなってぐらい、今ちょっと学芸ですね先生になる率下がっちゃったんですけど、それでもやっぱりみんなで先生になろうっていう目指す大学、個人的にすごくいい大学だと思ってます。今でも先生目指しているうちのねユーザーの子たちには勧めるぐらいにいい大学だと思ってるんですが、私は教採、教員採用試験ね、先生になるための試験は受けてないんです。みんな受けてたんだけど、だから普通に一般企業にこう就活をして、営業職たまに来るでしょ、みんなの家でこうピンポンって言って、お母さんに出ないで出ないでって言われるやつです。あれをしてました。そうしてて、でその後に塾講師に、塾の先生に転職をして、で独立して、2012年の6月に、6月1日なんですが、 YouTube に初めて動画を投稿しました。でそこからまあ YouTuber と、まあ、当時そんな言葉なかったですけどね、もう今年で12年目です。で普段は小4と小1の息子が2人いる、まあ、パパでもあります。でちょっとね今日小学生の方もいますので、まあ、どんな学生だったかをさっくりといきます。まず小学生の時、遊び妹っていうねトピック持ってきて、まあ、バスケの絵なんて持ってきましたけど、多分私38歳で同世代というか近い方いらっしゃると思うんですよ。多分わかると思うんですが、皆さん学生の時スラムダンク全盛期だった方いますよね、絶対にいらっしゃいますよね。多分去年映画で盛り上がってましたけど、本当にすごかったんですよスラムダンク。で私も休み時間バスケしかしてなくて、もうあ今日は桜木とか、今日はまだわかんないかごめんね本当に、今日は三井とかって言いながら友達と遊んでたんですが、まあ、バスケしてるような本当活発な、もう見た感じ普通の子供です。普通の子供って言い方も良くないんですけど、でも、まあ、妹ってトピックがありましたよね。家族構成がちょっと特殊というのは、まあ、父と母がいるんですけど、妹が一人いて、妹障害を持っています。まあ、知的障害ですね。だからこう脳の障害なので、まあ、言葉のやり取りができないですし、まあ、体も大きくならないんで、今2つ下だから36なんですけど、まあ、見た目は、まあ、36の成人女性には見えないぐらいな体の大きさだったりします。だから障害者がいる家族、今でいうヤングケアラーっていうやつですね、はい、に今該当するような生活をしてました。で正直父がすごい、うちは仕事人間で、もう朝6時ぐらいにはもう電車に乗って会社に行く、で終電ぐらいで帰ってくる、土日は接待のゴルフで本当にいないみたいな、だから母のワンオペまで行かないですけどに近い状態、母と妹と私で買い物なんて普通に行くわけですよね。でスーパーに行って、まあ、妹障害持ってるのもあって大きな声とか出しちゃうわけですよ普通に。で大きな声出して、まあ、私にとっては普通だからね、家でそんなことは、だから何にも思わないんですけど、やっぱりそれはびっくりしますよね、突然大きな女の子が声出してたら。でそれを見たね男の子が、ママあの子どうしたのって言います。普通ですよね、そんな思いますよ。でもそれを聞いたそちらのお母様が、見ちゃダメよこっち来なさいっていうのを、そんな大きな声で言わなくてもよくないみたいな状況で言ってくるとかっていうのが日常茶飯事でありました。そんな時代です。だから正直小学生でしたけども、うちは普通じゃないんだと思ってました。一般的な家ではないと。でも別にそれは不幸だとは思ってなかったですし、それが当たり前だったので楽しく小学校は終えたんです。終えたんですけど、この後なんですよ。中学校で私は、いじめっていうのを経験します。イラストね、めちゃめちゃ暗い男の子を持ってきましたけども、あと教師罰っていうね、中1の後半から、まあ、卒業するまでですね、ちょっといじめの対象になっていました。ただですね、まあ、講演会でいじめのことは言うんですが、
YouTube でもそんな動画撮ってるんですけど、正直いじめを受けてたっていうのを最近言うのをちょっとためらうようになってます。理由がですね、今これも公言してるので子どもたちからいじめの相談を乗ることが非常に多いです。でその実態もやっぱり書いてくれるんですよ。子どもたちが今の子のいじめのが陰湿すぎて、だから自分が受けてたのは別にまあ陰口とか悪口ぐらい、まあ、ぐらいでもよくないですよ、全然ダメなんですけど、ぐらいなので家に帰ればまだ解放されるんですよ。でも今の子たちは家に帰ったらこのスマホの中に自分の悪口が溢れてるのが分かってるので辛すぎるんですよね。家にあんと心休まる場所がないので、だからそれを知ってるからこそちょっと言いにくいんですけど、でもまあ実態自分が辛かったので、まあ、こういう経験があったと。で教師罰っていうのは私当時すごくちょっとぽっちゃりしてて、で私の体型をいじってねクラスで笑いを取る、ね、先生がいたんですよ。でそれがすごいショック でショックというか、あそっか先生ってこういう人なんだって思っちゃったんですよね。でこれは俺も良くない、良くないです。何が良くないかっていうと、別に一人です、その先生先生いっぱいいるじゃないですか。それしてきたのはその一人だったし、回数的にもそんな多くなかったんですけど、まあ、ちょっと衝撃で自分の中では、でまあ教師も大人もみんな敵なんだと思って卒業していきました。相当教師に対して斜に構えてたと思います。でも今こんな仕事してるじゃないですか、教育 YouTuber なんて掲げてね。それは高校生の時に、あ俺言っちゃった、ごめんなさい、教師二重丸夢って書いたんですが、まあ、ちょっとねちらっと映りましたけど、この方、まあ、ちょっと YouTube でもね、あとテレビも一緒に出ていただいたので名前出しちゃいますけど、私の恩師の松崎先生という方です。この方がいなかったら私は絶対に教育なんかやってないですと心から言い切れますってぐらいに、私の人生そして価値観考え方を全て変えてくださった方ですね。今でも私はこの先生、まだ現役で今高校の先生されてるんですけど、今でも背中を追っかけている方です。でこの方に、まあ、出会って考え方が変わって、まあ、教師二重丸なんて書きましたけど全員がとは思ってないですよ。でもみんながみんな敵じゃないって、こうやって自分たちのことを向き合ってくれる先生もちゃんといるんだって、うん、で思わせてくれましたし、皆さんもなんか自分の中にあるこう負の感情ってあるじゃないですか。人を妬んだりとか羨ましいって感じてしまったり、できればなくなってほしい感情で、自分がどれだけ斜に構えてたなんか一番よくわかるわけですよ、教師に対して。だから自分があんだけ斜に構えたのに、この先生が右と言ったらもう右だったんです、私にとってすごい変化。それを実体験したので教師ってすげえなって思ったんですよ。でもともと子供大好きで教えるのもすごく好きだったので、まあ、そういうのもあって、お前教師いいんじゃねえかって、まあ、誘っていただいたね、声をかけていただいたのもあって、まあ、教師の方に夢が転換して、で受験は、すんごい大変だったんですけど大学受験私立全敗して国立全期落ちてみたいな感じで大変だったんですが、まあ、なんとか最後受かることができて学芸大に入ると。で入ったんですけど、ここで、迷いと病気というのが出てきます。迷いっていうのは、まあ、みんな先生になるってさっき話しましたよね。もう多くの方が先生目指してる、教材の勉強するぞって言ってる。でも、まあ、教育実習とか行くんですよ。多分ね、みんなの学校にも来ることあると思うの、大学生の先生がね、あれ行くんだよ。3回行ったんですけど、で現場を知れば知るほどストレートで教師になることへの疑問が出てきたんです。それが悪いわけじゃないですよ、それが良くないって言いたいんじゃなくて、自分のなりたい教師像にはまず1回出て経験する必要があるなって思ったの、一般の企業でね。で一般の企業で修行しようと思って、きつい仕事してさ、例えば営業とか本当辛いのよ、本当に辛かった。でもその辛かった経験とか、こんな風に例えばね練習するんだよって、上司に怒られるんだよって話を子供たちにできたら、その経験って改善できるじゃないですか、子供たちに。だから修行しようと思って、まあ、外出たんですよ。で、まあ、そんな迷いが出てきて、でそのプラス病気なんですよね。私19の時に、今でこそさ、まあ、コロナのことがあるからちょっと体調悪かったらみんな絶対病院行くし休むと思うの。でも皆さんちょっと 5,6 年前とかちょっと考えてください。ちょっと微熱ぐらいだったら仕事行きません、バイト行きませんっていう時代が多分あったと思うんです。私もそのタイプで、まさしくちょっと、まあ、37度ぐらい微熱か、バイト行ってました、学校行ってました、夜勤夜の10時から朝の6時までバイトして、であと実家だったんで6時家帰ってシャワー浴びて6時50分ぐらいの電車駆け込んで大学行って授業みたいな普通にやってたんですよ。でほっといたらですね、まあちょっと体の明らかに症状でまずい症状が出ちゃって、で緊急で行ったら即検査入院になって、で結果的にもう一生ちょっと治らない病気が
発覚しちゃって、で今に至るんです。でですね、ちょっとまあこれも話取れちゃうんですけど、みんな風は万病のもとって知ってる言葉、風は万病のもとってあるんだけど、まあ、風邪を、まあ、ほっとしちゃいけねえよって、風邪は大きな病気につながるから気をつけてねっていうことなんだけど、すごい実感してるそれを。だからみんなもね、その全然俺話今回のテーマと関係ないんだけど、体大事にしてください。若いからとかそういうんじゃなくて、ぜひぜひ健康でいることってすごく大事だから、それはなんか大事にしてほしいなというふうに、全く関係ない話なんでちょっとぶっ込みましたけど、そんなふうに思います。まあそんなね、人生を歩んできましたと。でここから3部ですよ皆さん、ちょっと頑張りましょうか。でここで質問があります。あ、質問って言っても別に刺してね答えてなんて言わないから気にしないで。みんなどんな夏休みしたいですか？来週で終業式かな、きっとだよね。そう、どんな夏休みしたいですかって聞かれた時に、刺さないんだけど、特に小中高生の方はちょっと思い浮かべてほしい。今日で YouTube の撮影入ってるからさ、多分これ見てくれてる方もいるんだけど、 YouTube 見てる方はこう動画止めてね、止めて考えてください。どんな夏休みしたいですかって言われたら、きっとね、いろいろあると思うんだ。とにかくダラダラしたい、あるよね。うちの次男そう言ってた、この前小1なんだけど。あ、そうか、ダラダラして、そう、疲れるもんなっつって。で勉強頑張るぞって方も、まあ、受験生の方とかね、そうかもしれない。もしかしたらゲームやりまくるぜって思ってる方もいるかもしれないね。スプラやってるから、スプラトゥーンやってる方はね、フェス来てるからね、フェス頑張るぞとかね。そう、最近とはゼルダか、ゼルダ買ってもらってゼルダ全クリするぜなんて方もいるかもしれない。いいと思う、それもいいの。だから、まあ、何を頑張りたいかっていうのを考えてほしいんだけど、なんでさっきの質問をしたかっていうと、これね、棒じゃなくて1ね。今からその80点の夏休みにするポイントを7個喋っていきます。でちなみに一番最後のスライドでまとめスライドで7個全部出すので、別にそこ最後写真撮ることもできるから、別にメモに集中しなくても大丈夫です。書いてもらってもいいんですけど、これ1番、自分のゴールに数字をくっつけようと。別にこれ夏休みだけに言えることじゃないんだけどね、仕事でもそうです。何か目標は決めますって決めてください。目標はね、決めてほしいんですけど、頑張ろうとか、例えば算数頑張ろうとかね、数学頑張ろうも素敵だけど、それってさ、頑張ったかどうかの評価どうする？達成できたかどうかがわからないんだよ。で、よくね、最近は日本のね、学生は自己肯定感が低いなんて言われるの。自分は大丈夫ってなかなか思いにくいって言われる。でも大人もそうだと思うんですけど、だから頑張ったかどうかの評価でいくとね、なかなかそこが難しくなっちゃう。だったら数字くっつけて、例えば算数ドリルね、学校である数学のドリル何ページやるぞとか数字をくっつけてください。例えばさ、スプラで、別にね、目標ゲームでもいいと思うのよ。スプラね、最近買ってもらった子がいるとするじゃん。そしたら、まあ、数字ではないんだけど S プラスまで持っていくとかね、いい、ガチを頑張るんじゃなくてどこまで持っていくって、ちゃんと数字とかそういうもので表記する。そうしたら達成したかどうかが分かりやすい。で達成感が味わった方が絶対にいい得点だったなって思いやすくなるから、まずはゴールを決めるときは数字をくっつけるっていうのを覚えててください。そんな感じでね、今日は7つのポイントを話していきます。でじゃあ教育で2つ目いきますけども、ここにね、ある少年が2つのことをね喋ってますと。英語2時間やるぞっつってね、夏休み、まあ小学生ね、夏休みワーク配られるよりきっとね、夏休みワーク今から30分やるぞみたいな、多分こういう勉強のさ、なんか計画立て方というか決める方多いと思うんです。でね、先に言っておくと、これをしながらうまくいってる方は今から私が言うことを無視してください。うまくいってるのを変える必要はないです。でも普段こういうふうに目標を立てて、なんかダラダラしちゃう、いい、なんかダラダラしながらやっててママに怒られるみたいな、ね、ことが起こる子だったら、量を先に決める、いい、量が先で時間は後です。決めるときはさっきの子は時間を先に決めてるの、ワークを30分やるっていう。で30分を決めて、その後に量を設定するとか量をやっていくわけでしょ。でもさ、30分って決めて最初に開いたページがさ、めちゃめちゃ苦手なところだったらどうする？絶対疲れて持たないですよ、30分なんて。だから必ず量を先に決めるようにする。つまり英語のプリント2枚やるぞって、内容を見てね、この2枚ならいけそうだなって思って決めるの。夏休みワークも今日はだから国産とかさ、リーシャとかあるじゃん。で理科やろうって決めて、理科見てこの2ページって結構できそうだから、じゃああと2ページいけるかな、じゃあこの4ページはやってみようって、量から入っていく、ちゃんとで決めないと
ダラダラしやすくなっちゃうので、もしさっきも言ったみたいに普段通り時間で決めててうまくいってるならいいの、直す必要はない。ただ目標の決め方には量を先に決めて時間は後でくっつけるっていうのがやり方あるんだっていうのをぜひ覚えててください。だからね、今の自分に合わせた量を決めるんです。でそれを終わらせる時間目標を立てる。さっきさ、ワーク4ページでリが決めるじゃん、何分ぐらいかな、20分で終わるかな、じゃあ20分でみたいな。でタイマーかけるんだよ、ちゃんとタイマーをかける。でこの時間目標に関してはちょっとおすすめがあって、ちょっとちっちゃいと思うんで読みますね。少し厳しめがいいです。時間は、量は厳しくしなくていいから、あこんな量できなそうって思いながらスタートしないで、辛くなるから。でも時間はちょっと厳しめにする。その方が早く終わらそうと思って集中しやすいです。でしかも早く終わったら浮いた時間遊べんだから、その方が。なので時間に関しては少し厳しめ設定にすることをお勧めしています。さあ皆さん、7分の2です、まだありますよ、ちゃんと頑張ろうか。いきますよ、3つ目、ちょっとこれ穴埋めになってます。その日やることをほにゃららに決めると。夏休み長いね、今年42日ぐらいあるのかなと思うんですけど、まあやることを決めるじゃないですか。でこれね、例えばみんな今日何やろっかなって、夏休みワーク何の科目やろっかなって、まあ、小学生別にここまですることないと思うんですけど、まあ、中高生とかね、特に受験勉強の方なんて科目いっぱいあるからさ、今日こうなりがちなのよ。でもね、決めるって思ってる以上にエネルギー使うんですよ。だってさ、5科目あって科目決めるだけでも大変、しかもその科目の中で単元も決めなきゃいけないんだよ。だから割とみんな振り返った時にやることを決めただけでちょっと頑張った感を感じて休憩に入ったこと絶対どっかであると思うのよ、1回ぐらい。でそれはエネルギー使っちゃうからなのね、決めるのは。でそうするとさ、ちょっと休憩しようってことが発生するじゃん。ちょっとなんだ気持ちは。スマホでさ、1曲だけ聴こうとかこの動画だけとか思ってたのにさ、気づいたら1時間経ってんだよね、大体ね。時間泥棒が発生する。で落ち込むんだよね、またってなっちゃうから、じゃあどうするかっていうと、これは夏休みだけではないんですけど、その日やることをね、前日に決めてください。基本的に明日これやろうっていうのを前の段階に決めてしまう。だから自分で決めるのがエネルギー使うってことはさ、先に前日に決めちゃえば未来の自分に楽をさせてあげることができる。でこれ意外とやると大変です、最初なかなか慣れないと思います。でもね、これができるようになると割とそのなんかね、スタートが切りやすくなるし、ペースをつかみやすくはなるので、前日がもし辛かったらその日の早朝でもいいです。夏休み朝からさ、学校じゃ家にいるから、家で今日はこれやるぞって朝にもう決めることをルーティンにするみたいな、それでも構わないので、前段階で決めるっていうのは意識してみてください。でね、普段さ勉強する、休憩する、勉強する、まあ勉強が2回入んない、小学生とかね入んないと思うけど、受験生だったりすると勉強して休憩しててこう続くじゃんか。でもこれもね、ちょっと変えたくって1個挟みたいんです。こうやって勉強する、何かが挟んで休憩する、でまあ勉強して挟んでってなる。でそこ何が入るかっていうのが4つ目のポイントなんですけど、次の初戦の相手は休憩前に決めるっていう、これさっきの目標とちょっと決め、あとポイントと似てるんですが、次の初戦の相手、ちょっと意味わかんないですよね、初戦の相手って言われても。これ何かっていうと、さっき勉強しますね、で休憩入るじゃないですか。で次勉強するときにどこやろうかなとか、続きやろうかなだったら分かりやすいんですけど、科目変えることって結構多いと思うんです、休憩後に。その時に休憩に入る前に次の休憩後のやるものを決めるんです。でこれ間違っちゃいけないのが、科目だけ決めるとかじゃダメです。数学のこのワークのこの問題をもう始める、スタートでやるっていう相手を決めるんです。それが初戦の相手で、なぜかっていうと、仕事もそうなんですけど、人ってこのね、重い腰が上がるまでが辛いんですよ。つまり始まらないんですよ。10時から勉強しようって思ってたんだよね、それ思ってたの。10時から編集しようって思ってたの、10時半なんだよね、気づいたらね。でグダグダなっちゃうわけよ。でここのスタートを切るってだけがちゃんと頑張れると、人ってね、作業興奮っていうものがあるんですよ。やってるとやれちゃうっていうのが毎回ではないんですけど起こるんです。だから始めちゃえばいい。じゃあ始めるためのハードルを下げるにはどうするかって決めちゃえばいい、相手を。だから休憩、まあ、休憩は時間で決めてほしいんですけど、休憩のね、アラームが鳴る、学校なら休み時間が、チャイムが鳴るけどさ、鳴ったら
決めたこの問題から始めればいい。そうするとスタートが切りやすくなってメリハリが生まれやすくなるので、初戦の相手を決めてください。つまり勉強する、初戦の相手を決めてから休憩する、で、まあ、勉強するみたいな、この3つの流れを大事にするとメリハリが非常に生まれやすいので、ぜひ意識してもらえたらと思います。で、ここ量と時間って書いてあるんですけど、さっきね、勉強するときは量を先決めてねって話をしました。でもね、休憩に関しては時間で決めてください。基本的に学校と似てる、休み時間10分とか20分休みあると思うんですけど、家でやるときも、あのね、毎回固定しなくていいから、その勉強終わったときにさ、ちょっとやべ、今すげえ疲れてるって思ったら、長めでいいじゃん。休憩30分でも、正直1時間、2時間でもいいと思うの。でもそれをちゃんとタイマーで測って、で、その2時間って決めたら2時間の休憩終わったら次が始めるみたいな、時間で区切るっていうのを意識すると、ダラダラしにくいんで、ぜひやってもらえたらと思います。で、ここでですね、皆さん、復習タイムが始まります。豚が驚いてますけど、あの全然刺す刺さないですから、大丈夫、安心してくださいね、刺さないですから。さあ、ここまで4つポイント話しましたけども、皆さんこの中に入る言葉が心の中で浮かびますか浮かびますかとか言って、大丈夫みんな、本当小学生のみんながさ、ね、こう頑張ってメモしてくれてるとか見るとおっちゃん泣きそうになるわ本当に大丈夫かな、まあ、答え出しちゃいますけどね、まあ、こんな感じでねやってきましたと。で、なんでこんなの急に挟んだかっていうと、もちろんね、こう講演会っていうところに一個波を作るために入れてるのもあるんですけど、メリハリを生みたいからね。でもこういうふうに今自分で、まあ、みんなに暗記させようとは思ってないんだけど、このポイントは思ってないんだけど、でもさ、学校で勉強してることを覚えなきゃいけないことが出てくるじゃん。そういうのって自分でテストしなきゃいけないんだよ。こうやってなんだっけって、うちらは機械じゃないから一回問題見てさ、インプットできないんだよ。保存ボタンを押したら保存できないから、やっぱり頑張って繰り返してテストしなきゃいけない。で、こういうのをよく自分テストって呼びます。学校行って友達に自分テスト知ってるって言っちゃダメだよ。すごいキョトンとされるからね、俺が言ってるだけだから気をつけてね。でも自分テストって言っていて、自分でテストする、自分で覚えたかなってチェックする、それは、親御さんが協力していただいてももちろんいいと思うんですが、ぜひ確認をして定着しているのかっていうのは大事にしていってください。そういうのちょっと1個入れさせてもらいました。じゃあ残り3つ、あと後半戦ね、お付き合いください。じゃあ5個目が調整日です。調整日を作る、まあ中高生とかになると勉強計画っていうのを立てますよね。そうで、多分これうなずいてくれると思うんですよ。大人の方もちょっと考えてください。計画うまくいくことほとんどなくないですか。仕事もみんなうまくいく私本当にうまくいかないタイプで、で多分学生からも本当に多いです、その質問がね、相談が。で、これとある、まあ、ハイチ君の予定表、あ、内容は気にしないでください、ワークとか一応詰めてあるんですが書いてあります。月火水木金土日とね。で、大体の勉強計画を立てる子が毎日入れます。今日は、ドリル2ページ明日も2ページ次はちょっとプリントみたいなね。ですけど、もし計画を立ててうまくいかないなって今まで経験をしたり、そこで悩んでる方がいたら、週に2日です、私のおすすめ木日なんですけど、木曜と日曜を×、つまりそもそも使っちゃダメです計画に、っていう立て方を1回してみてください。いい？なんでかっていうと、これが調整日です。あのね、計画っていうのは基本的にうまくいかないです。うまくいかないんです。いや、うまくいった方がいいんです、いいんだけど、うまくいかないことが多い。だから月水で勉強実際して終わらなかったものとか発生してずれたものを木曜で調整するんです、そこで。で、しかもね、仕事だったらまだあんま起こらないんですけど、勉強で起こりがちなのは、月水で勉強して全部100点取れます、できないの発生しますよね。それ繰り返さなきゃいけないんですよ。さっき言ったみたいに反復しないと定着しないから。でもさ、例えば計画立ててるときに、今日この数学ワークの2から5って書いてあるんですけど、多分3ページのこう3問間違う予定なんで、なんてできないじゃないですか、そんなこと。だから、どれだけ後で反復が発生するかがわからない。それが上乗せで出てきちゃうので、その辺も調整日で合わせていくんです。勉強計画は後で増えちゃうので、基本的に。で、そうやって調整していくと、基本的に立てたものがうまく流れやすくなるので、まず木日がおすすめ。で、そんなに調整日いらないなって思ったら、日曜だけがいいと思います。別に日曜にこだわらなくていいんですけど、週1日、もしくは2日間、
調整日、もともと契約に入れないっていう日を作ってやってみると、計画を立ててうまくやりたいと思っている方はうまくいきやすいので、ぜひ試してみてください。で、6番目、目標欲張らないです。目標欲張らない。で、これ私は3割カットの法則っていうのを、まあ、これも学校で言っちゃダメですよ。私が勝手に言ってるだけだからね。誰も知らない。でもよく言ってる。3割カットの法則って。何かっていうと、例えば何か目標を決めるとき、みんなこれが夏休みでもしかしたら目標を決めなきゃいけないとき、これ頑張るぞって思うわけよ。でね、目標を決めるときって、人は時間と心に余裕があるときです。基本的に。じゃないと決めらんないから。しかも何かが始まる前なので、だってまだ夏休み42日あるんだよ。時間あるでしょ。まあなんかいろんなことできそうな気がするんだよ。余裕があるから。だから多めに見繕うの、基本的に目標を立てるときっていうのは。そうすると何が起こるか、今燃えてるでしょこの人。で、煉獄さんみたいに燃えてるわけですけど、燃えててめっちゃやる気あるんだよ。いける、大丈夫って思ってる。でもだんだんね、油断が発生する。ああまだ時間あるし大丈夫かなって思ったりとか、あとは、はあ、なんかもう。だるくなってきた、こんな量できねえよってなってきて、最終的に3コマ漫画のオチが落ち込むんですよね。テストで取れなくて落ち込む、うまく夏休み使えなくて落ち込むってことになっちゃう。だから最初からもう目標を下げる。で、この下げるって言い方をするとね、えってなりやすいと思います。なんか目標下げるってさ、かっこ悪いというかダメな印象ありません？ちょっと言葉変えますね。目標をちゃんと自分に合ったものにするって言い方にしましょうか。あのね、やっぱりもちろん頑張った方がいいし、目標は高いものを超えた方がかっこいいとは思ってます。でもそんなに変化しないよ、人間は。うちらは羽が生えてないから高い山はシューって飛んでいけないんだよ。この足で一歩一歩登っていくしかないんだよね。だからまず今自分がどのぐらいね、普段できてるのかっていうのをちゃんと考えて、このぐらいならいけるかなって思ったら、そっから3割ぐらい、もっと言うと5割、半分でもいいです。ひとまず半分で目標立ててみようって、下げるっていうのをちょっと意識してください。じゃあ、ね、ちょっとここで質問があります。 A 君 B 君がいますね。 A 君はちょっと数字で分かりにくいかもしれないんですけど、夏休みに目標を50の、何かを50の量頑張ると決めました。 B さんは100やると決めました。で、 A 君実際にやった量が50です。で、 B さんは実際にやった量が50です。つまり目標は違うんですけど、やった量は同じだとします。で、この2人成績が伸びるのは、まあ、伸びやすいのはどっちの子だと思いますか？じゃあこれ挙手してみましょうか。別にどっちが正解ってわけではないんですけど、じゃあ A 君の方が伸びるんじゃないかなって思う人。ありがとうございます。じゃあ B さんの方が伸びると思う人。ありがとうございます。ありがとう。で、これはね、別にどっちも正解だと思うんですけど、私の考えだけ言います。私の考えは A 君だと思っています。そうで、これはなぜか、だってやった量同じなんだよし、 B さんは高い目標を立ててるから意識が高いんで、 B さんの方が伸びやすいこともきっとある、きっとあるんだけど、塾講師3年間やってきて、たくさんの生徒と向き合ってきて思うことは、やっぱり自分で決めたことをクリアする経験っていうのが子供の時に絶対味わった方がいい。つまり100って決めて、はあ、半分しか終わんなかったって思いをしている方と、そういうこと、決めたことをちゃんとやりきれたって、自分で決めたことができたって思えている方っていうのは、次のモチベーションが違うんですよね。なのでそこはやっぱ続けていく。そして経験もそうだし、クリアし続ける経験が大事。1日はできるんですよ。2日もできる。3日ぐらいから怪しくなってくる。でもそれが継続できる人っていうのは、まあ、勉強だけじゃなくてスポーツとか、きっと芸術とかもそうね、そういったまあレッスンとかもそうだと思うんだけど、そういうのやっぱりこう花が咲くというか、結果が出てくる方だと思ってます。なので、まあ、3割カットをしていくっていうところと、あともう一個だけ、2段階目標っていうのがあって、さっきその下げるっていうか、ちょっとね、あ、ちょっとやだなって思う方がいたら、この2段階目標を使ってみてください。英単語50個やるぞって思ったら、3割カットすると15引くので、まあ35になるんです。じゃあその35個カットしたのを第一目標にしましょう。で、もともと立てた50っていうのを第二目標にしてください。で、その第一目標であって、ひとまず第一は絶対達成しようって思うので、そこ達成して、あれ、なんか35個余裕でまだ今日時間余ってんなってなったら、プラスで目指せばいいじゃないですか。
そういう感じで2段階目標にして、もっと言うと、じゃあ第1目標だったらあのじゃがりこちっちゃいのだけ食べていいけど、第2目標だったらじゃがりこをね1カップ1個でいいよみたいなご褒美変えてもいいと思うので、ぜひこんな感じで目標を2段階にするっていうのも使ってみるといいと思います。さあ長くなりましたが最後です。最後ね、何喋るんだって、ここちょっとね拍子抜けさせるかもしれないんですけど、最後はちゃんと遊ぶです。ふざけてないです。ちゃんと遊ぶ、これ遊ぶって言っても別にあの外でいっぱい遊べよとかっていう話ではなくって、さっきこのイラストありましたね、最初の方に、とにかくダラダラしたいとかさ、ゲームがやばくるみたいな。でもしこれ別にゲームやりまくるとかさ、スプラとかゼルダみたいな話をしてても全然いいと思います、正直。でもね、この講演のテーマ80点ですよね、夏休み。これ私の考えですけど、ゲームをやりまくるでやりまくった方は私は80点いけないと思ってます。なんでかっていうと、勉強と息抜きの配点は50点しかないからです。どんなに息抜きの方、ゲームとか楽しいことをどんなに頑張っても50点しか取れないと思っている。で、この勉強だけ取っても50点は納得いかない方もいるかもしれないんですけど、やっぱりね、やることをやれてる時の方が息抜きって100倍楽しいし、息抜きをちゃんとできてる人の方が勉強の効率は良くなります。人は24時間42日ずっと頑張り続けるのは無理です、基本的には。いや、いるんですけどね、たまにたまにいるんですけど、そういったスーパーマンも。でも基本的には難しい。だからしっかり頑張るときは頑張る、でも遊ぶときは遊んでください。特に受験生もそうです。まあ、これは受験生はいろいろ考えがあると思うんですけど、受験生も息抜きが大事です。自分でやると決めたことが達成できてるんだったら息抜きはしてください。頑張ったんなら夏のなんかフェスとかライブに行ってもいいと思います、自分は。それはまあみんなが決めることではあるんですけど、ぜひ、遊ぶっていうとこと、その勉強するっていう、その50点50点の配点両方とも充実をさせて、80点以上の夏休みを過ごしてもらえたらと思います。で、これまとめを出して終わろうかなと思うんですけど、長いな。でも最後1個だけ皆さんにね、どうしても伝えたいことがあるので、それを伝えて終わりたいと思います。いじめと病気から学んだこと、すぐ終わるのでお付き合いください。さっき言ったね、いじめを経験しました、もう一生ならない病気があります。1個最後質問します。みんな、未来、現在、過去って3つ並んでます。未来のこと、今のこと、過去、昔のことね。この中で変えられるものってどれだと思いますか？小学生のみんなもいいかい？変えられるもの、ちなみに1個じゃなくていいかよ、全部変えられると思ったら全部手を挙げてほしいんで、勢いよくいきます。いくよ。この中で変えられるもの、未来は変えられると思う人、ありがとう、いきます。現在、今は変えられると思う人、ありがとうございます。過去は変えられると思う人、ありがとうございます。すいません、お付き合いいただきまして。ここもですね、毎回大体の講演会で喋らせてもらってるとこがあって、いつも聞かせてもらうと、未来は大体上がります。で、現在がちょっと減って過去がすごく少なくなるっていう、まあ、比率になるんですけれども、これも、これが正解ってわけではないんですが、私はこの2個が変えられると思ってます。まあ、未来は言わずもがなんですよね。未来は変わるのがイメージできる。じゃあ現在も変えられると思ってる理由は、例えばみんなさ、じゃあコンビニに行ってお菓子を買いたい、甘いもの食べたいなって行くじゃないですか。ポテチを買うか、チョコを買うかは、まあ、選ぶ時もあると思うんです。そんなちっちゃい選択、選ぶことをたくさんしてます。もちろんどこの学校に行く、どの仕事に就くっていう大きなことを選ぶこともあります。人生ってたくさん選んでんだよ。もちろん小学生とかまだ学年がちっちゃかったりすると選べないこともあるけど、どんどん選ばなきゃいけないことが増えていく。で、その選んだことの連続がやっぱり未来を作っていくので、選べるっていうことがある限りは現在は変えられると思ってる人間です。じゃあ過去です。問題はね、過去。過去はちょっと言い方変えてます。過去の事実は変わらないんです。変えられないと思ってます。私がいじめを受けてた事実、病気になってしまった事実、ドラえもんいないんですよ、うちには。タイムマシンはないんですよ。だから過去に行って何かを変えることはできません。妹が障害者のことも変わらないです、うちは。でもね、過去の事実は変わらないんだけど、その過去の意味って変えられると思ってるんです。どういうことか。いじめって絶対ダメです。絶対容認できない。許せないことだと思ってます。でもそれを受けてしまった人間だから思うことがあります。過去を振り返った時に辛かったです。たくさん泣いたし、たくさん生きてる意味が分からなくなった時もありました。それを振り返って、はあ、
辛かったな、嫌だったなって思うのもきっと一個ですけど、それをの経験、いじめを受けてた経験があったから、それを YouTube で発信したから、きっと今いじめに悩んでる子どもたちの相談に少し答えられるようになったんだと思ってます。だからいじめを受けてた事実は変わらないです。でもそのいじめの意味は俺がポジティブに変えるんです。あの経験があったから人に優しくなれるようになったと思っているし、あの経験があったから子どもたちに寄り添えるようになったと本気で思ってます。きっとね、みんなの人生も今生きてていいことばっかじゃないじゃん。だし、ちょっとこの言い方はかわいそうになるかもしれないけど、きっと辛いことがある。この先楽しいこともいっぱいあるよ、あるけど、でも楽しいことだけじゃないんだよね。もう人生やり直したらこんなことしたくねえよ、もう経験したくねえよみたいなことが出てくるかもしれない。でもその事実は変えられないけど、その経験があったから、こういうふうになれたって自分で意味を変えることは、そういうことができる。全部じゃないかもしれない、全部じゃないかもしれないけど、そういうふうに意味を変えることはできるんだっていうのはぜひ覚えておいてください。だからいろんなことにチャレンジして、いろんな自分らしく生きてもら、生きていってもらえたらと思います。ということでね、長くなりましたが、ここまで本当ご清聴いただきありがとうございました。質問もお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ改めてになりますが、ご清聴いただきありがとうございました。